手、マスグチ、テーブ、キム・チャンリョン、対戦投手、ネルソンでございました。Oh,
ですけども、本当にね、ソロズの勝利のために本当に大きな声援、本当にありがとうございました。 Thank you。 今日のヒーロー田中宏選手、そして増渕投手がですね、ライトスタンドの前に、はい、みんなの声援を送ってくれたファンのみんなの前にやってきましたよ。さあ今日はね、もう本当に、6回以降はですね、しびれる展開でした。本当に、ね、1点を守り切っての見事な勝利、本当に増渕投手、藤本投手、そして松岡投手、イグチャンピオン投手、もう本当にリリーフはもう最高のピッチングでした。私の田中宏選手、そして松渕投手、そして今日はですね、三三振で、見事なセットパーフェクトを見せてくれました松岡投手が、今日の MIP 選手となりました。さあ今日はね、小川監督代行がですね、来年の東京ヤクルトスワローズ監督として就任するという、とても嬉しいニュースがあっただけに、今日は勝利できて本当に最高です、ね、これで波に乗っていけるのではないでしょうか。今日は本当にチームが一丸となって掴んだ勝利です、今日は気持ちよく関東一本締めしたいと思います。ライトスタンドみんな OK、 一塁側みんな OK から行くよ、お手を振って行くよ、ありがとうございました。今度はね、アウェイの戦いとなりますけどもね、みんな関東から思いっきり声援を送っていきましょう。今度の神宮でのソロズホームゲームは、土曜日ジャイアンツ戦です。メイクミルミルを信じて残り13試合一緒に戦っていこうぜ。バトル9でした。それでは気をつけてね、バイバイ。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お忘れ物をございませんようお気をつけてお帰りください。次の試合は9月25日スワローズ対ジャイアンツの試合の午後6時より行います。皆様どうぞご来場くださいますようお願いいたします。本日は雨の中最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。